星太郎の楽園ラジオ。さあ、それでは今週の選手の発表です。まずキラキラ光る激闘楽園天国のシール、守護神は寿明、坊ちゃん、恵子さん、マウンド、サービス、上手です。結果レッド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 。
性のイルカだったりウミガメと一緒に泳いだりですとか、あとハイキングをして景色を楽しみショッピングをしたり、なかなか充実した時間を過ごしていたんですが、そんな中でも私行く前からこれがしたいっていうことを一つ決めていて、それがプールサイドのグリルドチーズサンドを食べたい、すごい些細なねやりたいことだったんですが、これ結構何ヶ月も前からなんとなくイメージが降りてきた私の中で、頭の中でその絵が浮かんでいて、プールサイドの目の前のプールがよく見えて、目の前がプールでグリルドチーズサンドがプレートに乗ってて、サイドにフレンチフライがあって、そうなんだ、そういうイメージが絵が浮かんで、これグリルドチーズサンドって皆さんご存知ですか？なんか全粒粉のパンにチェダーチーズが入ってて、それをホットサンドのように両面グッと焼いたような結構シンプルなものなんですけど、多分以前昔かなプールサイドでそれを食べたことがあってちょっと思い出したと思うんですけど、とりあえずそれがしたくて、で私はなんか厄介なことにこれって決めたことはもうどうしてもやらないと気が済まなくて、
さんがお気に入りのエリア、屋根線を案内してくれます。さらにシンガーソングライターのイビさんもご登場、ドライブにぴったりのルーフサウンドを紹介してくれます。番組の公式アカウントは Twitter、Instagram ともにワンワードでフルーツマーケット813、 FRUIPMARKET813 です。フォローまでの方はぜひよろしくお願いします。またラジコのアプリをダウンロードすればスマホでも聞けますので、ぜひお友達にも教えてあげてくださいね。そしてですね、もちろん皆さんからのメッセージも大歓迎です。今日ピックアップするベネセンのおすすめの情報、そして私もハワイから戻ってきたばかりということで、あなたの旅のお土産エピソードを教えてください。